富岡さん。 お？ 仲良くしましょうよ、富岡さん。 ねえねえ、富岡さん。 ねえねえねえ。 富岡さん。 それにあの女の人は。 ねえ、富岡さん。 聞いてるんですか？ ツンツン。 ツンツン。 校長、何をする？ 知らないんですか、富岡さん。 これは 人と人との距離を近くするためのツンツンって言うんですよ。ふん、ツンツン。はい、そうなんですよ、ツンツン。やめろ、校長。どうしてですか？仲良くやりましょうよ。富岡さん、新鮮な鮭と大根が手に入ったので鮭大根を作ってみました。あの、よかったらこれ。 あら、私にも。どうもありがとう。富岡さん、鮭大根ですって。いただきましょう。おいしい。富岡さんも冷める前に食べた方がいいですよ。富岡さんの鮭大根が好物って話、単なる噂だったかな。もしもーし、富岡さん。